荷物が増えるのが。そう、やのに昨日忘れたからさ、ちょっとお母さんにさすがに昨日忘れた傘持って帰ってきてって言われたから、もうさ、もう2本持って帰るしかないやんか。ちょっとどう思って、もううわー。ということで私はもう常に忘れないように、もうだってさ、次忘れたらもう次は3本なあ、3本持って帰らんといけないんで、ちょっとそれは頑張ってね、何ですか、控えようと、うんね、はあ、あ、15分だけします。こんばんは、こんばんは。あー、みんな、皆さん共感を、嬉しい、ありがとうございます。はい、気をつけます。そうやねんな、確かに確かに、もう忘れないように頑張ります。こんばんは、こんばんは。カラコン、カラコンです。あー、4本、いや、もう今日は私は絶対この2本を持って帰ると、もう私は心にじゃないな、もう気持ちに込めたので、もう私はね、これで帰ります。カラコンにやってる、ありがとうございます。新しいマスクかな、モバメ今来た、うわー、すいませんな、ごめんなさい。はい、それでお願いします。確かに確かに、置いて帰るに1票入れておきます。ダメ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 、もう私は3本持つということはしたくないので、もうこれで終わります。私もう絶対忘れへんぞ、今日こそは、今日こそはもう絶対これで帰るぞっていう気持ちでいるので大丈夫です。今日の公演見に来たかったな、あ、嬉しい、ありがとうございます。今日はキュンマットさんの公演に参加をさせていただきました、ありがとうございます。明日は告白の空砲公演をね、久しぶりの、何ヶ月ぶりやっていうぐらいのね、ありがたいです、ありがとうございます。でしょ、うん、ね、二刀流、二刀流、あ、そうなんです。9時から CYNN さんで、ボルダリング、今日はボルダリングなのかな、そう、配信されてるので、もしよかったらチェックしてみてください。私もね、チェックします。はるかさんプロデュースのね、え、の、アンジュの天使のシールにならへんかな、マスクに貼りたい、え、な、結構可愛いと思いません、私の天使ちゃん、あのこの前、あの毎日作の天使ちゃんを見たんですけど、いや絶対アンジュの方が可愛いと思って、ちょっとまたね、そう、フルダリング今見えてた、あー、こんばんは、こんばんは。15分経ったら終わるので、はい、天使じゃ書き慣れた、書き慣れました、天使ちゃんグッズ頑張ってます、待っててください、待っててくださいって、こんな実現できるとは思わないんですけどね、え、できたらすごい。天使ちゃん待って、ありがとうございます、あの天使ちゃんかわいい、 ありがとうございますね、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ちゃんとね、あれなんです、私、あの顔を変えて、あの描くように意識してるんです。 NMB ショップの天使ちゃんかわいい、え、わかりますか、私一番うまく描けたの NMB ショップの天使ちゃんなんです、あの顔見てみてください、本当にね、え、本当に見てみてほしいです。 NMB ショップで、あのサインとともに天使ちゃんを飛ばしといたんですけど、本当にあのめっちゃ綺麗に描けたんで、あの今までで一番最高作かっていうぐらいのレベルで、本当にあの綺麗に描けたので、また見てみてほしいなって思いました。はい、マナベラちゃんも欲しい、え、本当ですか、こんばんマナベ、こんばんは、
あれ本当に嬉しい。早くショップ行かな。そうよそうよ。でもあれですよね。ん？何を言おうとしたっけ今。何を言おうとしたっけ。サイン会の天使ちゃんもたまに見返してます。ああ本当ですか、ありがとうございます。見てないのですか。天使ちゃんは見る価値があるかどうかは分かりませんが、見てくださったら嬉しいです。何言おうとしたっけ今、めっちゃ忘れた。傘持ってるの。そうですね、もう今日こそは忘れないように傘をね、もう今日忘れたら私明日3本お持ちで帰らないといけないから、もうそれだけは避けたいなと思い、今日は頑張って2本で、はい、もうこれ私のねファッションの一部やと思って持って帰ります。こんばんは、こんばんは。キュンマートのさんの講演ありがとうございました。参加させていただきました。いやーれるるるるるるる、お腹、なんて書いてん、明日の配信も、ね、やばい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 、書いたわ。 NNM ありがとうございます。途中で、そうですね、ピに自撮りしてるの撮られてるの見てきました。あうわー、え、ツイッターか、ツイッターか、さっき見ました。私も撮られててんな、知らんかった。あー見てきてください、明日。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。新しい傘は何気にドキドキする。おー、でも傘、私新しい傘そんなあれなんです、買わなくて。こんばんは、こんばんは、こんにちは、か、こんにちは。ダブル傘ファッションいい感じや。本当ですか、よかったよかった。公演お疲れ様でした、ありがとうございました。真鍋アンジュ、真横アンジュ、羽に見えてきた。あ、これが、こんばんは、こんばんは。今日がありがとうございます。肩に何かけてるのと思った傘か。そうですね、傘です。帰ってから夜食食べる、昨日はびっくりするぐらい食べたんですけど、それを発表してるのは今日届いたんか、モバメで書いてるので、また見てみてください。ねえ、のすぐ傘の中で、そうなんか、ね、まさにここにだって、ここにだって天使はいる。天使の羽、いや違いますね、傘です。 TikTok のレゴ最後、あ本当ですか、ありがとうございます。今日も食べそうやな、今日も食べそう、間違いない、本当に忘れない、頑張ります。そうですね、今日はたくさん動きましたね。ねえ、 TikTok の猫の歌ありがとうございます、嬉しい、嬉しい、嬉しい。アンスちゃんの食べたもの報告好き。そうなんです、ほとんど多分モバメで食べた報告をしているので、ねえ、そうなんです。結構公園じゃない、家着いてから昨日食べてしまって、びっくりするぐらい、本当にびっくりするぐらい食べてしまって、ちょっともうさすがに反省しないな、してえしないといけないなと思ったんですけど、ね、やっぱりお腹が泣くというか、はい、食べないとね。そう、ダンスキャンティックドッグ待ってます。さやかさんの新曲の振り付けを覚えたんですけど、未だに撮る機会がなくて撮れていません。明日のおすすめポーズとかあります？おすすめポーズ、でもアンジが片方天使の羽するから、片方天使の羽してほしいです。来てくださるんですね、ありがとうございます、お待ちしております。そろそろモンブランが美味しい季節。モンブラン、モンブランな、アンジ、栗好きやねんけどな、モンブラン、なんかケーキが食べれないんですよ私、だからモンブランも一緒やと思って食べれてないです。いやこんばんは、こんばんは。
そう、栗きんとめっちゃ好き、めっちゃ好き栗きんと、もうびっくり、本当にびっくりっていうぐらい。え、TikTok、 あー、呪文、え、あれを呪文を言い出したのはもう本当に言い聞かせるためです。そうしないと超絶可愛いにはなれないんですよ。なんか超絶可愛いはあれなんです、なんか私は可愛いって思う子じゃないと一緒に踊れないんです。超絶可愛いじゃないんです。だからそれが抜けないように私は可愛い曲を踊るときは余計に呪文を唱えてるというお話でした。遊びでありがとうございます。クイズにびっくり、ひーひー、栗が食べたくなってきた。え、ほんまに栗食べたいなあ、めっちゃ栗食べたい、お腹すいた。おお、そうなんです、そうなんです。超絶かわいいは自分でちゃんとかわいい、かわいい、かわいいね。もう日本語がな、難しいな。アンセのお見送りの時はありがとうって言ってる。え、ねえ、お見送り会の時の言葉って本当に難しい。明日の公演のテーマを教えてください。明日の公演のテーマは、え、でも7期生が3人出るんですよ。私とジオンとユナ、ユナ初日やし、やからねえ、ちょっとね、それこそキャンディー踊る前もちょっと呪文を唱えたいと思います。はじめまして、アイピのとこから来ました。あー、アイピしてたもんな、ピッピ、嬉しいね。そうなんです、もうキャンディー怖いですね、本当にもう怖い怖い、キャンディーが怖い怖い、ほんまにな、あ、ちょっと本当に怖い。GB さん行きたい。じゃあこんばんはです、こんばんはです。なりきり大事、そう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 、ちゃんとな、そう思ってる方じゃないと超絶かわいいには来れないので、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ツイッターの通り、加算2本持ってる、そうなんです、今日はちゃんと持って帰ろうと思って持って帰ってます。いやー、そんな嬉しいお言葉をもうねえ、なんか逆にねえ、ちょっとねえ、自信が本当にないのでちょっと自信をつけれるように頑張ろうと。え、15分経ちましたか、まだですかね、分からへんけど。うわ、本当や、たったよっていうのが出た。いつもね、あれなんです、ショールーム、わかりますか、ねえ、ちょっとね、嬉しい、ありがとうございます。今日の声めっちゃよかった、ごめんなさい、ありがとうございます。そうですね、傘を持つときは後ろの人に気をつけて、本当にそうです、皆さん本当に気をつけてください。いや、私もですね、私もアイドルに構えない膝上げ、あざといよりはあんちゃんぐらいがちょうどいいかも。本当ですか、ほんまや、2日連続って書いてる。ハンジの551可愛かったり、ありがとうございます。551のあのアイラブ豚まんなので、横にするときはセンターを前にして持ちます。どういうことや、これね、面白かった、アンジめっちゃ苦しそう。そうやね、
え、でもな、今などこまでな放送されてるかわからへんからな、そこもなあ、どこまで喋っていいかがわからへんので、私は終わったら見ます。 YNN さん、新 YNN さん、思ったんです、私あのうね、なんだって、うねの、そうそう、もう忘れへんように、アンジュはな、これがファッションよ、忘れへんやろいや忘れんねん、誰だ、わかるかな、わかるわかる絶対。え、アンジュな、ほんまに腕の力が弱くなってきてる。うん、腕相撲しようや。え、でも腕相撲は強い自信はあんねん。アイカも弱い自信あんで。あ、逆にアイカって言っちゃったちょっと待ってな、ちょっとファッションの傘はこっちに置いて、ちょっと忘れそうやって言ってな、アンジュ今日忘れたら明日3本持って帰るとかいいやん、それだけはいいやん、目立ってるやん、ハンデちょうだい。え、アンジュ左手の方が強い人やね私左手弱い人あ、じゃあ右手ハンデちょうだい。オッケーオッケーオッケー、え、どういうハンデ、え、あ、右強い方を使うっていう、あ、オッケーオッケー、ちょっとどうしよう、ここから用意スタート、良い人らへん、いいでいいで、用意スタート言って、いい、うん、用意スタート、なー、待って、え、待って、アンジュ、え思ったより、ちょっと待って、え、ほんまに今、ちょ、分かる分かる、もう一回、もう一回、え、ちょっと今のは練習やったかもしれない、うん、そうそうそういいね、よーいスタート、なん、ねあれあれ、どうしたピさんあれ、ええなんで、いやでもな、こんだけ細かったら、じゃあ弱い方と強い方でやってみよう、あ、けけけけけ、やば、やばそう、よーいスタート、びっくり、だって違う、ごめんごめん、引っくっちゃった、え、ほんまに、ほんまに、ほんまに力入れた今、逆にほんまに、うん、めちゃくちゃ入れてない、全然入れてない終わりやもう、よかった、まだやば、え、でも最近ほんまに弱くなってきてんねん、もうよう言うわあ、この前でよう言うわえぇ、ー、嘘や、ほんまに力入れた、めっちゃ入れてるよ、ほんまに腹立つわ、いやほんまに力入れてなんかえ、でもニャンニャン、ニャンニャン強そうよな、え、じゃあ弱、ちょっとニャンニャン強そう、わかるよ、でもほんまに私最近ねちょっとやばいんです、もう本当に、でもほんまにあの握力はもう唯一スポーツテストでも点数を落としたぐらい弱いんですよ、だからもうほんまに強くなりたくて、もうでも最近ほんまに余計に弱くなってきてるからな、ちょっと腕を強くしな、あ、傘ですね、ありがとうございます、わざわざ、嬉しい嬉しい、もうそうやって言ってくれたらアジもな、忘れずにな、済むのにな、なあ、呼んできた、来てくれたのね、まあ、腕相撲対決最近な、アンジュな、でも手触れちゃダメだから、ん、あ、エアそうそうエアー結構は傘で着たい、確かに手洗ってきたいか、素晴らしい、ちょっと見てて、量やねん、瞬殺やねん、あんたまた傘やってちょっと皆さんまた言ってくださいね、傘忘れそうになってた、優しいね、アンジュのな、応援してくださってる方、ファンの方って言うねん、それファンの方、そうやねん、イコールファンの方、よし行くぞ、今ここに何を感じたん行きます、見て、用意スタートって言って、いいよ、用意スタート、マジ強い、ね、アイカ弱、マジ弱いね、ほんまに弱いねこれなあ、でもなんちゃん左手の方が強いよ、そうやね、なんか左手の方が弱いんよ、うん、かそれでやったらめっちゃ面白いから見てて、うん、レディーファイト弱もうなびっくりよアンジ、本当になんか本当に、うん、大丈夫かな心配になるもん、え、逆にじゃね、ここもほんまにほんまに生きていけるかっていう心配がある、心配せんね、でもこれでもな、うん、あれな、そうしたらそうしたら、これでもな、空手しとって、はい、え、アンジもしてたで、
終わりやもう。空手？え、空手した。え、肩やけど。四つ耳。うせやん。え、どっちの方？肩。押すの方。ああ、押すと肩両方の。押すと肩ってなんかあんの？なんか。なんか決まりよ。お疲れ様です。なんか決まりのやつよな肩って。そう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 、なんか演技みたいな。違う違う違う。え、そう。え？なんか。なんか。はあみたいな。なんかこんなんじゃない？え、そう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 。いやそれはっめっちゃコメント無視しちゃってた。すいません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 。え、そうそう、そんなやつそんなやつ。やんな。うん。それと普通の空手両方やりとかやってたいか。ジュース飲んできてもいい？うん。ウェイ。アンジはお父さんに柔道を習って。柔道って言ってもほんまになんかこうするんやでみたいな。なんか生きていく、嘘嘘生きていく中で大事なことみたいな。でお母さんにはあの剣道を教えてもらった。待って。ブーン。違うね違うね、もっとすごいね、なんかな。なんかあるよ。わかるって。剣道やったことないね。剣道の方、あの決してバカにしてるわけじゃないんです。あのめっちゃ偉い。本当にあの違うんです。あの決してバカにしてるわけじゃないんですけど、あの。違うんです、決してバカにはしてないんです。あの本当にあの決してなバカにはしてないんです。バカにしかしてないんです。戦闘前に剣道の方ってあの声で分かりますか？あ、カサカサカサ分かりますか？バカに本持つねん。なんかあれや、分かる？声で挑発するみたいな。分かる、だから剣道やってるのない僕。だから目も高いねこれ。もう一回やって、やってみて。ちゃうねんな。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと剣道の真似、剣道の真似して。じゃあ目、え、でも分からへんねこれな。じゃあ本家がよく分かる。なんか目ちょうど違うんです本当に。あの決してバカにしてるわけじゃなくて、あの本当にあるね、ほんまに。また見てみて、剣道の試合を本当に見てほしい。これは父母さ強ない？バカ強ない父母。いや本当に。なあね、ちゃうんです。ありますよね、ありますよね剣道ね。あの本当にバカにはしてないです。あんねん。ちょっとまた見てみて。あのよくあるやん、バレーボールとかでもさ、なんかナイスでーすあるやん、あるやん、ナイスみたいな、ナイスそれそれそれ、ね、あるやん、ね、あるやん。あの中学とかさ、高校とかさ、うん、高校はちょっと分からへんけどさ、あの部活始まる前にさ、校舎周り外周とかでさ、ファイトーって言ってたやつで、あるやん、ファイトあるあるある、そうそうそう、元気、はい頑張ろう、はいファイト、はい。それは知らへん。すごいな。でもあるよな、高校中高中学校によって言葉が、うん、ファイトーはい。あのあれ、あいかあのマネーバイ、本当にバカにはしてないです、これ。決して本当にバカにしてない、バカにはしてないです本当にね。部活のさ、運動部のさ、部活が遠征、違う、試合とかで行った時の挨拶。オッケー。おはようございます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 。そんなんなんや。違う？え、なんかアンジュラはなんかすごい、あの、何？どういう感じやった？おはようございます。いやそれは違う。なんかおはようございますみたいな。難しい難しい。うまいらしい。まずは分かってくださる方が。嬉しい。確かにな。なね。はい。あ、よっこいしょ。今ので。確かにな、結構気合いるような、やっぱ声出すには。アンジとおるときあるあるねんけど、うん、笑いすぎて疲れる。嘘やん、ほんまに。いつも
そうなんか、うん、あいかな、アンジュの自己紹介の真似できんで、うん、え高3時の自己紹介の真似、 OKOKOK お願いします。みんなの天使になりたい、なんっけ、どこ出身、兵庫県、兵庫県出身、高校3年生18歳、アンジュこと真鍋アンジュです。そっくりや、そっくりほんまにこんなんなんか、こんなんですか、私どの出身なせてもいい、ストップって言ってるの、うん、これはい、あ、どっちでもいいよ、うん、オッケー、ありがとうございます。はい、アンジュこととかじゃないね、うん、アンジュこと、あー、アンジュって語尾上がるよな、そう、アンジュこととかじゃない、アンジュこと、あー、そんなやったんや、え、最近は、え、ずっと、え、アンジュ、ずっと、え、語尾上がってますか、私、アンジュことってなる、どこぞのお嬢様だと、そんな感じえ、そう、あとなんかあの高校生、高校3年生似てるらしいってあるやん、うん、高校3年生っていう時も高校3年生とかじゃなくて高校3年生って、どんどん上がってるそう、高校3年生、滑り台みたいになってるから高校3年生18歳のって入る、え、確かにってめっちゃかわいい、アンジュ、アンジュらしいっていうの、そう、お育ちいいのよ、かわいい、めちゃめちゃ、わからへんわからへん、わからへんわからへん、高校3年生、アンジュこと、すごいな、え、似てるらしい、あ、めっちゃ似てるって、うん、やんな、すごい細かいモノマネですね、すごい、気になってた、気になってた、言って欲しかったどういうもんなんかなって思ってた、高校3年生のっていう間に何か入っちゃった、高校3年生、高校3年 生、でももう練習せんでいい、それ確かにな、どこを練習したらいいんやろ、練習せんでいいよ、兵庫県出身、なんかそのままでいい、なんか面白いやん、19歳のアンジュこと、待って、ナレーション語尾下げる、上げた方がナレーション、でもさ、ど、と、とつとつ、とつとつじゃないな、こういくやつ、徐々に上がっていくねやんなってことはさ、難しいな、難しいな、難しいな、え、な、難しいな、アイカのマカニャのモノマネもできる、やーだ、高校2年生、17歳、これなんでってやったそんでわかんない、やってへんで、お披露目の時以来、壊すねって、にゃんにゃん、あの、でも17歳ちゃうか無理、2年生17歳でこの7、2と7を黒八を、2年生17歳、やめてもうさ、お披露目以降やってないちょっとみんなから評判そんな良くなかったそうなんや、誰も笑ってくれへんそうなんかあ、似てるってめっちゃめっちゃ来てる、似てる似てる、やだ、にゃーって来てる、にゃー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 ね、なんか終わるタイミングが揺らすな揺らすな緊急地震速報をお伝えいたします、ただいま、あの音ほんまに嫌いはいちょっとさつきあやかさんがすごいね揺らしております、視聴者の、ちょっとやめてください、呼びます、皆さん一緒に揺れたら、アンジュも一緒に揺れたら、一緒に揺れたらさ、一緒に揺れたらほら必死やで、多分揺れて見えへんじゃん、でも酔うって酔うって、ごめんなさい、すいません、失礼しました、視聴者の皆さんを弱そう大作戦、ね、失礼しました、本当にごめんなさい、失礼いたしました、ではね、そろそろ終わりたいと思いますので、ランキングを読んでいきたいと思います、ごめんなさい、あのいきなりこんなね、うん、こんなね騒がしい配信にしてしまい、本当に失礼しました、にぎやかと言え、しかも途中でコメントを読まなくなって失礼しました、本当にすいませんでした、ごめんなさい、本当にすいませんでした、ではではでは、ランキングを読みたいと思います、はい、13位の方、ジョーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、12位の方、ダベルさん、ありがとうございます、ありがとうございます、11位の方、ゆうちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、
10位の方、かき揚げさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位の方、末広さん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位の方、山内さん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位の方、ふみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位の方、かまかりさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位の方、よしラッシュ、傘の人、ありがとうございます。傘ありがとうございます。もうこっちに持ってますので大丈夫です。ありがとうございます。4位の方、ワンポールさん、野原しんのすけ、のすけさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位の方、たくやんさん、ありがとうございます。たくやんさん、 ありがとうございます。2位の方、バッチさん、バッチさん、バッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位の方、コロワンさん、ありがとうございます。コロワンさん、すごいね、皆さんありがとうございました。もう私は大丈夫です。傘は忘れません。ありがとうございました。皆さんゆっくり寝てください。おやすみなさい。では失礼します。おやすみ。